メールを送るとき宛先をクリックすると登録した連絡先から宛先を追加することができます。メールの送り先にはその他に CC と BCC があります。宛先にはこのメールを見て何かしてほしい人、 CC にはこのメールを伝えたいけれども特に何もする必要がない人を追加すると良いでしょう。 BCC にはこのメールを伝えたいけれども他の人にはその人にメールを送ったことやその人のメールアドレスを伝えたくないときに使うと良いでしょう。宛先と CC に厳密な機能的な違いはありませんが、送信する側、受け取る側がその意図を汲み取って使い分けることが重要です。 BCC だけのメールはメーラーによってはスパムと判断されることもあるので BCC の使いすぎは避けましょう。届いたメールの宛先の詳細を展開すると、このメールがギガ先生から送られ、ジョニー先生とペーター先生には To で、つまり宛先として、ダニエル先生には CC で送られていることがわかります。 BCC で送った教頭先生のメールアドレスは表示されません。超絶簡単です。